アイカチャンネル。はい、こんばんは、アイカです。今日はですね、リクエスト企画をやっていきたいと思います。今日の主役アイテム2つあるんですけど、そのうちの1つがこちら、先日購入したばかりのスックデザイニングカラーアイズの15番です。購入した時、それからメイク動画の時もちょこちょこコメントいただいていたのが、トム・フォードのアフリカン・バイオレットと似ていませんかというコメントなんですよね。というわけで今回はこちら、トム・フォードのアフリカン・バイオレットとスックデザイニングカラーアイズ15番の色味を比較していきたいと思います。もうすでにね、こうやって並べるとちょっとネタバレ的にはなっちゃっているんですが、これを見てね、アフリカンバイオレットってこう脳内で想像するとなんかすごく似ている気がするんですが、こうやってね並べてみると、あれ、なんかちょっと色味そんなには似てないかなっていう気がするんじゃないかなと思うんですよね。で、どちらも4色セットされているんですけど、皆さんがおっしゃってるのはやっぱりパープルとオレンジ、ここの色味が似ているんじゃないかっていうことだと思います。なので今日はですね、改めてこの2色のスウォッチをご紹介した上で、この私のね、いつもの1割ぐらいしかメイクしていない顔を見ていただいたらわかると思うんですが、左右それぞれを使ってね、アイメイクしてみたいと思います。じゃあ張り切ってスウォッチ取っていこうと思うんですが、まずはね、やっぱりこちらデザイニングカラーアイズ15番、こっちから見ていきたいと思います。左上はね、まず最大の違いというかハイライトカラーがセットされているので、この辺りと、それからイエローですね、ここは全然似ていないと思うんですけど、主にオレンジとパープルの部分を見ていただきたいんですが、一応ね4色ともスウォッチ取っていきます。デザイニングカラーアイズはね、やっぱり質感がすごくいいんですよね。しっとりお肌に密着する感じでも粉がもろもろしないっていう、すごく特徴的なおこなしつだなと思います。そして対するアフリカンバイオレット、ちょっと色がね比較しやすいように、スウォッチもこのオレンジとパープルをスックの近くに撮ってみたいと思います。これでもパープル撮った時点で結構ネタバレかも。いいや、一旦ちょっとスウォッチ取り切っちゃいます。アフリカンバイオレットもね、久しぶりに触るとやっぱりむちゃくちゃ可愛いですね。デザイニングカラーアイズの15番買って以来、やっぱり使用頻度がすごく高くて、スックばかり手に取っていたんですけど、やっぱりアフリカンバイオレットも可愛い。ちょっと気分が高まっちゃってね、トム・フォードのスウォッチが雑になってしまったんですけど、ここからこっちがスック、ここからこっちがトム・フォードです。なのでパープルはね、特に横並びにしたので分かりやすいと思うんですが、こうやって見ると結構色味違うくないですか。やっぱりスックの方がちょっと和な要素があるような色味、そしてトム・フォードの方がより鮮やかというか華やかな雰囲気に見えるような気がします。どうですか、皆さんどちらが好みですか。で、他にもこのパレットの共通しているところは、このパープルとオレンジ重ねてしまっても色が濁らないという点ですね。なので私は本当この2色をグラデーションにして、この重なったちょっと赤っぽく発色するんですけど、その部分の色味が好きで、結構重ねる範囲を広めにぼかすことが多いんですが、結構重ねてぼかす範囲を広めにメイクすることが多いです。で、スックの方はハイライトカラーがすごくツヤっとしていて、その他はほんのりツヤっとしているというか、サテンっていう感じなんですけど、アフリカンバイオレットの方はより質感の違いがあるというか、こちらのブラウンなんかはね、結構キラキラとしていて、こう乾燥した地域の太陽の光で反射して光る土というか砂っぽい雰囲気が表現されているのかなという気がします。じゃあこのスウォッチはね、やっぱり範囲広いので、これをね目元にのせると果たして違いがわかるのか、早速メイクしてね検証していきたいと思います。はい、寄りました。じゃあちょっと前髪を止めてメイクしていこうと思います。じゃあこっちにデザイニングカラーアイズで、こっちにアフリカンバイオレット使っていきます。で、本当はね、私4色とも使ってメイクすることが多いんですが、まずはどちらもパープルとオレンジのみでメイクしていきたいと思います。じゃあまずこちらのオレンジですね、今日はこの2色の比較なので、ちょっと広めに入れていきます。最初からこのオレンジを目尻側まで引っ張っちゃったら、パープル単色での色味がわからないので、ちょっと目頭メインでのせていきますね。目の幅の前側3分の2くらいに、まぶたの際が濃くて上に向かってグラデーションになるように単色でメイクしてみます。こんな感じ。ちょっと色混ざったらいけないので、ブラシ変えますね。1色ずつ見せていきます。次、アフリカンバイオレットのオレンジ、これも目頭側から。普段そんなにメインで使っていないブラシなので、コントロールが難しいんですが、色味わかるかな、こんな感じ。
オレンジ違い分かります？スックトムフォード、スックトムフォード。私目がおかしいのかな、こうオレンジだけだったらあんまり違いが分からない。ちょっと改めて、これスックね、これトムフォードね。こうやって見るとまあちょっと色の違いがあるような気がするんですが、目元に入れるとそんなに差は感じられないような気がするんですけど、このままだとね両方買った言い訳ができなくなるから、次いきます。このパープルですね、ブラシよく払ってから、この色はねさすがに違いわかるんじゃないかなと思うんですが、まず目尻にピッと乗せてみます。これね今そんなにオレンジと重ねていません。ちょっとわかりやすく上に引っ張ってみます。ちょっと範囲狭すぎたかな、もうちょっと濃くなるんですけど、もう少し広めに入れます。できるだけオレンジと重ねないようにパープル乗せると、スックはこういうお色味です。いい？みんな目に焼き付けました？次いきますよ。じゃあまた払ったブラシでアフリカンバイオレットのパープルいきます。どうだ、違い出てくれ。おお、ほら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 、これはほら違い出てるんじゃないですか。ちょっと上に引っ張ってみます。ちょっとだいぶ範囲がこっちの方が広かったですね。ちょっとほらこっちの方がバブリーなパープルなの分かります？こっち範囲狭いからじゃないってなるといけないから、もう少し上に引っ張ってこちらと同じぐらいぼかしてみますね。上に引っ張ってちょっとグラデっぽく薄くなってる箇所でも、こっちの方がこのツヤがある分透け感があるように見えるんですが、こっちはそこまでツヤっぽくはないんですよね。ちょっとくすんだようなパープルに見えるかなと思います。こんな感じ、めちゃくちゃ派手ですけど色がとりあえず分かりやすいように。これスック、これトムフォード。これは結構ほら引きで見ても雰囲気違うんじゃないですか。こちらの方がより落ち着いたトーン、こっちの方が華やかな雰囲気が出てると思うんですけど、いかがですか。これで最後ですね、このオレンジとパープルの間をですねちょっと色足しながらブレンドしていこうと思います。まずそのままブラシ一度払ったので、この境界線をぼかしていきます。縦割りの境界線、そしてこのグラデにしたところのパープルをちょっと前に引っ張って、ここね、ここ重なっています。ほんとほら、なんか日が沈む瞬間っていうのかな、空がすごくグラデーションになる瞬間があるじゃないですか。あの時みたいな色だと思いませんか。オレンジの方は明るさがあるんですけど、パープルの方が暗いので、ほんと空みたいな色味だと思うんですよね。すごく綺麗なグラデーションです。で、対するアフリカンバイオレットですね、これもこの中央部分ぼかしていきます。こんな感じ、こっちの方がこの境界線のところがちょっとピンクっぽいんですよね。同じ夕暮れでもこっちの方が海外の夕暮れっぽいっていうのかな、こっちはすごく静かな夕暮れって感じじゃないですか。だんだん表現が抽象的になっていってますけど、これなんか下まぶたに落ちたんですけど、もうこの色も出来上がってる感じなのでそのまま伸ばします。これはねトムフォードのお粉が悪いわけじゃなくて、私の目が涙目なので、こう瞬きしてると下に落ちちゃうんですよね。こっちはそんなに涙目じゃないから落ちないんですけど、こっちもじゃあ合わせてちょっとオレンジとパープルを混ぜたものを下に入れていきます。はい、こんな感じ、引きで見たら私は結構違いがあるかなと思うんですけど、皆さんはどっちが好みですか。これでちょっとまつげを上げて、ちょっとせっかくなのでパープルのマスカラを足しておきます。じゃあリップはこちらのボームエサンシエルの限定カラーですね、ゴールデンライト塗っておきます。これ結構こうやって直接リップに塗っちゃってます。はい、このままね終わろうかと思ったんですけど、もう皆さんこのオレンジとパープルだけの目元もうこれで覚えましたよね。ここにそれぞれの残りの2色もプラスして、最終的にそれぞれのパレットでメイクした時の違いもお見せしておきたいと思います。どっちか買うの迷ってる人だったら、やっぱり4色使ったメイクを見せた方がより参考になるかなと思うのでやっていきたいと思います。じゃあまずスックなんですけど、これがね通常だとこのイエローを先にベース的に仕込むことが多いので、ちょっとこれを後からプラスするっていうのが難しいんですが、今日は前に BA さんがやってくれたみたいにちょっと目頭に足していきます。黄色、オレンジ、パープルのグラデーションですね。でスックあるあるなんですけど、このハイライトカラー、これを最後全体にふわっと、うわちょっと取りすぎた、ちょっと粉払って、一番粉がつくのこの眉下になるように全体に重ねていきます。ふわふわっと下まぶたの目頭にちょっとのせます。
はい、これスック4色使ったメイクです。じゃあ反対側、アフリカンバイオレットのこちらの残り2色を使っていきます。まあ、このブラウンは締め色なので、ちょっと初めて今袋から出しましたけど、この付属のチップでのせます。それでこの際の部分ですね、ここにキュッとのせていきます。まあ、一番色が暗いので締め色として使うことは多いんですけども、これもそんなに暗すぎないというか、結構ツヤ感が出てくれる色なので、なんかぼかしたら全然メインでも使えそうなお色です。ちょっと下まぶたにもキュッとのせておきます。で、さっきとブラシ一緒なんですけど、よく払って、こちらのキラキラカラーですね、これをこのグラデーションしてピンクっぽくなっている部分、ここにふわーっと重ねていきます。でちょっと指でのせるとね、あんまりキラキラ感が伝わらないというか、しっかり乗らなかったのでブラシ使います。これを左右にもう少し広く広げていきます。でそうするとこっちはブラウンのキラキラで表面をコーティングした感じで、こちらは白っぽいパールカラーで全体をコーティングしたような、そういう仕上がりになります。はい、改めて4色使ったスックデザイニングカラーアイズ15番、トムフォードのアフリカンバイオレットです。はい、いかがでしょうか。正直ね、このパープルとオレンジ使った時点で、私はもうちょっとね違いが出ると思ってたんですよ。まあ、明らかにスックの方がちょっとはんなりした、スックらしいちょっと和な雰囲気が出て、トムフォードの方がもっと華やかでちょっとパリピっぽいような感じになるかなと思ったんですけど、やっぱりこう脳内で自分の中で出来上がっているイメージと実際に物を比較してじっくり見るのとでは違いますね。まあ、ものすごくコスメが好きな人に至近距離で見られるとか、もう使った本人とかじゃないとちょっとわからないくらいの違いだったと思います。まあ、本当これくらいの距離で人に会った時に、あれなんか今日左右で使ってるアイシャドウ違いますとかっていう指摘はされないかなという程度の違いでした。まあ、なので最後ね4色でメイクしてみたんですけど、どうでしょうか。まあ、これはねさすがにこっちがキラキラ感あって、こっちはそういう粒のキラキラはない、パールの控えめなツヤ感っていう感じなので、まあ質感の違いは出ているかなと思うんですが、これもそこまで左右で全然違うっていうことは正直ないのかな。まあでもね、大切なのは使う人のこう気分ですよ。まあ私だったら使い分けとしては、ちょっときちっとしたい時、まあ、自分の気分を引き締めたい時とか、もっと入れる範囲を狭くすればそこまで派手さは出ないので、ちょっとかしこまった雰囲気の時なんかはスックを使おうかなと思います。そしてアフターファイブでお出かけするとか、まあ、華やかなところに行くとか、まあ、なかなかないですけどお呼ばれとかパーティーとかあるんだったらこっちを使おうかなと思います。というわけで今回はたくさん質問をいただいていたスックデザイニングカラーアイズ15番とトムフォードのアフリカンバイオレットをじっくり比較してみました。どっちか1個持っていてはどうしようかな、これ追加で買おうかなって迷っていた人や、どっちも持ってないけどどちらか欲しいなと思っていた方の参考になるといいなと思います。今回の動画面白かったよっていう方はね、ぜひ高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。愛香でした。